はい、どうも世界数少ない100億人から困る皆さん、おはようございます。ハロー、西です。はい、10月25日の朝です。はい、朝ですって、もう11時ですね。だね、寝ちったー。まあ、よかったです。たまに休むの大事ですから。まあ、いい機会だと思ってね。はい、はい、失礼します。はい、ただ、まあ、福島ね、だいぶあの、まあ、生活リズムっていうか、まあ、ルーティーン、うん、まあ、決まってきましたね。決まってきたね。うん、うん、これがいいと思います。うん、午前中はまあ編集作業していって、うん、午後からはうちに行くというのが、まあ、基本でいいかなと思います。うん、僕もそれでいいと思います。はい、まあ、秋田はこれで行ってたんですけど、今日も話したんですけど、うん、昔はあの朝一から行って、うん、朝角狙ってっていうのが結構僕は大事だったんですね。朝一角犬っていうのがあって。言ってたね。はい、で今の時代はあの特徴的なのが右打ちなんだ、やっぱり、うん、電柱保留残っててそれで当てるっていうのが結構、いいので、はい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 、しかも昔は朝一角犬はやっぱりね、多少お金使わないと当たらないですよね。2000円なり3000円なり、うん、確率でも、はいはい、でももう右打ちランプっていうのはほぼリスク玉1個で当たりますからすごいことだね、そこまでってね。うん、でタイミングだけ見計らえばさ、はい、なんまあ、言い方はあってか分かんないけど、ただで、ね、手に入っちゃったりするわけでしょ。そうですね、うん、っていうのもそれで西尾さんが 2台見つけたわけですからね。うん、うん、いい時代なんじゃないの、そこまで見たら。そうなんですよ、実は、ね、はい、うん、そこが狙える隙っていうか、うん、なんですよね、うん、はい、なんでね、今の時代はまあ午後から行ってっていう立ち回りが、うん、しかも昔はちょっともサイプレー少ないが、使える店が少なかったですけど、今ね、うん、どんどん多くなっているんでね、うん、もう初期投資も抑えられるんで、うん、はい、いいと思います。はい、いいね、うん。目標を10秒でお願いします。目標は10秒で、はい、はい、今日は、店員さんを気にしてキョロキョロしない。ちょっとよくわからないですけどいってきます。どうも、はい、どうもこんばんは。どうもこんばんは。もう今日さ、はい、今日さ、今日さ、はい、こんなことあるかねどうしました。マジ、え、昨日僕ら勝ったよね。昨日ね、上地最高額出ましたね。うん、うん、めちゃくちゃ勝ったよね。うん、18万ぐらいかな。うん、出ましたね。うん、で今日だ、今日、今日、はいはいはい、今日、うん、旅最高負け額。まあそうっすね、うん、はい、旅最高負け額7万8000いくらかでしたね、うん、だよね。うん、え、何ですかそれ、悲しんでるんですか。悲しんでるよ、めちゃくちゃもうこれだから素人、ほんとに、あ、これだからですよ。悲しいじゃない。いやいや、そんな感情は僕は一切ないですよ、はっきり言って。そう、うん、昨日も言いましたけど、うん、確率を追求していけば絶対にプラスになるんですよ。そんな感情なんか抱かない、一切の。すごいな、うん、尊敬するよ。これがプロですよ、うん、だって、今日だって2人ともね、北斗へと打って、まあ、27以上はあるという台を、うん、打ち切って、うん、そこが大事だし、しかも、うん、ずっとね、ちょっとサイプレーで終えたので、昨日もちょっと作れたんで、うん、はい、これがね、まあ、現金で終えたらさらにマイナス1万だったわけですよ。そうだな。それをいかに少ない金額でここにたどり着けたかっていうのが大事であって、うん、うん、どこでもいいんですよ。まあ今日ね、2人で初当たり2回で僕単発だけ、うん、打ち続けて15時間ぐらい2人で打ってましたかね、うん、西村さんも、まあ、1回で、3連チャンで全部4ラウンドだったと、うん、いうことだったんですけど、これはコントロールできないんですよ。いや、わかるよ、はっきり言って、うん、もう、言いたいことよくわかる、うん、だし、もう気の持ちようだろうしさ、うん、わかるよ、はい、まあ、わかるけどさ、負けすぎじゃない。いやいや、マジでそんなね、うん、どう気にしてちゃダメでしょ、そんなダメ、うん、だ全然気にすることじゃないですからね、本当に、はい、いや、そう
ちょっとちょっとね何してる嘘でしょ嘘でしょこれ俺が悲しんだのがすごいバカみたいになってきたけどそんなにガクトの勝ち方ってなんでガクパチクの勝ち方を知らないここまでやるね、うん、大雨の中行ってんだよこっちは。大雨の中バイクこいで行ってんだよ俺は。そうな、今日すげえ雨だったもんな。元気出してよ。これも意味わかんねえんだよこれもよ。それレインコートこれ意味わかんねえから本当。どうしたの？これかぶれたろこれ。かぶるな。かぶると目線のところにこのオレンジがあるんだ。全然見えねえよこれ。全然見えねえこれ。かぶれたろこれ。なんでここなんで横を透明にしてここオレンジにしたんだよ。見えないわな。わかんねえよ。見えない。確かに。これしかも。これ来てんだろこれ。風吹いたらすぐこの部屋が全然見えないんだよ。ふざけんだよ。もう痛い。いやもうちょっと頑張ろうよ。もういや俺が落ち込んでてごめん。それはごめん。失礼、うん、あの大丈夫。収束してくるからね。期待値は。僕帰りますもん。お家帰ります。お家マジで行っちゃったよね。これがパッチプロですからね。皆さん覚えて帰ってください。ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録してね。